こうやって炎を見てると落ち着くよね。明け方よりもまだ早く、ようやく夜空にかすかな光がにじむ頃、私は気だるく騒ぐ夜の街を歩いていた。喧騒は耳に痛い。大通りからは怒鳴り声がして、路地裏からは強制がする。ゴミ溜めを避けて歩く。こうしてよどんだ場所にいると、これまでの自分の暮らしを思い出してしまう。扉が半開きになった店があった。中からは多分流行りではない音楽が流れていて、店の入り口の看板も右半分が暗かった。その看板にはシルビアの文字。ねえママ、そろそろおやめになったら。甘い声がカウンターの向こうから聞こえる。カウンターの端、壁に半身をもたれるようにして肩を露出するドレスを着た髪の長い女の人が座っていた。ママのすることは勝手だけど、さすがに最近飲みすぎだと思うわ。甘い声はまだ若く、猫のオスがメスを呼ぶように間延びしていた。体に触ると思う。リカ。遮るようにグラスのコップがカウンターを叩く音は武骨で重たかった。沈黙が降りる。もう知らないんだから。グラスの中身を変えるためにカウンターの女性がそれを引き上げ、けれど悪あがきのようにぼやいた。ママの体を持って行ってあげてるのよ。最近全然肌の張りもなくってさ、そんなんじゃ先代のママもなんていうか。リカ。同じ重たい調子でもう一度、今度はタバコに火をつける音と一緒に。それ作ったらもう上がりな。二度と来るなって言われたいのかい。叫び声は突然だった。けれどリカという女性は軽く肩をすくめただけで手を休めはしない。やーよー、だってママに捨てられちゃったら寂しいもん。コツンと置かれたのは鼻に匂いのつく酒ではなく白い液体。先代のママもお酒で突然倒れちゃったじゃん。ママがそうなったらやだもん。お疲れ様。高いヒールが近づいてくる音がして、慌てて看板の裏に隠れる。あれ？キョロキョロと明け方の路地裏でリカが首を回す。シルビアちゃん？呼ばれた名前が誰のことかは私にはもう分かっている。
はあ、とそこで初めてリカが疲れたため息を漏らして、汚れた道を足を放り出すように歩いていく。その背中が見えなくなってようやく心を決めた。死したシルビアがどんな生い立ちであったのか私は直接聞いたことがないけれど、とても寡黙でこびたところがなくて、かけれど私は彼女の名を語る。復讐であると最初に思った。これは確かに復讐だった。私よりも幸福な生き方をしてきた彼女たちへの、そして私自身の手ひどい運命への報復だった。一歩、もう一歩、そろそろと半開きのドアから店内に入り、ママとか細い声でささやいた。リカが消えたと同時にカウンターに突っ伏したその人は緩慢な仕草で半身を持ち上げ、空耳でも聞いたかのように恐る恐る振り返った。もう一度ささやく。ママ。すると彼女は化粧の落ちたシミの目立つ顔を歪めて、なーに、あんた、泣きそうな声で笑った。あんた、またそんな、うちに初めて来た時みたいじゃないのよ。その言い方はほんの少し先のリカという女の人に似ていた。何よ、ちょっと姿見せなくなったと思ったら、あんたも何をしてたのよ。ほら飲みなよ、あんたにあげるわよ、何でもあげるわよ。もう、もう、よかったとにじむような声で私にグラスを差し出した。もしかしたらシルビアもここに来た初めての日にこうして温かなミルクをもらったのかもしれなかった。ごめんねと初めて一度心の中でつぶやいた。私はシルビア、紫のクロシェットのシルビア、夜の街でママに抱かれるママのための少女。